ンクポップ YouTube チャンネルです。はい、こんにちは。こんにちは。格闘と行ってきました私。はい、あの、うん、辻あけみさん覚えてるでしょ。はいはいはい。バッコライブにも来てくださった、あと、はい、ふれあいマルシェのタンクポップライブにも来てくださった、はい、あの京都からの、そうね、素敵な女性はいが、うん、そもそもカフェ803さんの、はい、去年の越谷技博応援展、うん、の間に、はい、その朗読をされている方で、うん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 、初めてカフェ803さんで、はい、京都からお見えになって、うん、朗読のイベントをやりたいってことで、はい、なんか、うん、お打ち合わせをなさるために、はい、来てたところ、うんがその最中越谷技博の応援展で、うん、在廊してたのが斉藤正樹君、はい、先生、うんうんうん、で、うん、正樹君が接客してたんだよね、はい、接客っていうかさ、うんうんうん、あのお話をいろいろと聞いててお互いに、はいうんうん、で多分書道と朗読つながれるねって話で盛り上がっている最中に、うん、たまたまタンクポップの私たちが、はい、なんかまずきくんに用事があって、あそうね、うん、こう行ったんだよね、はい、そしたらなんかすごいオーレの人たちだとか言って、うんうんうん、なんかお互いにおーわーみたいな、つながろうみたいになってたことがきっかけで、うんうん、まずつながって、はい、その後に、うん、なんだあけみさんがワッコライブに来てくださった、ふれあいマルシェかな、なんかとにかく来てくださったり、はいはいはい、私がまさきくんにそのハンコ作ってもらったり、はい、あの足を運ばせていただいたり、うん、でまさきくんはうちらのライブに来てくれたりとかさ、うん、なんかいろんなゴニョゴニョなって、う で,、ねうん、で私たちの仲間たちとともに、うん、ゆきこさんたっくんか、はい、朗読のまさきくんとあけみさん、うん、他の朗読プレイヤーの皆さんも共存する、うんうんはい、朗読と書道で楽しむ90年前のお話っていう、はいうん、イベントに行ったのよ、うんはい、それで体感してきたっていう話、うん、分かったここまでそう、ね、何がすごいってさ、うん、やっぱり場の偶然というか、うん、そんなところまで描いてなかったよね、八丸さんで出会った時に。そうですね、うん、まあね、会った時は京都から来たんだすごいなぐらいな感じですよ。そう、うん、それがだからこういうね、あの体験させていただくところまで、うん、つながりで、まあ、その会自体も、うんまあ、ちょっとイベント中に動画を回すことはちょっと遠慮させていただいたんだけど、うんうんまあ、それはちょっとあの動画の最後になるかな、はい、写真で雰囲気をご覧いただければと思うんですけれども、はいはい、インタビューをインタビューとかまあちょこっとずつ、はいはいカメラを回させていただいた動画を撮ってまいりましたので、はいはい、私すごい今後ともなんかそれぞれの朗読プレイヤーの皆さん、うんと関わりたいなって思うような、そうですね、なんか素晴らしいエネルギーを持った方々だったし、うん、でその会場となったカフェ803さんの、うん斉藤正樹先生と大塚恵理子先生かの、うん、越谷書道教室、はい、展覧会、うん、っていうその雰囲気の中でやったその会場自体も、うん、やっぱり今年の1月いっぱいぐらいやってたかな。そうですね、すごいいい雰囲気でさ、はい、なんかとってもいいものに触れさせていただいたなっていう気持ちでいっぱい、なんかあのすごい可能性を感じるよね。そうなの、今回は朗読と書道のコラボだったでしょ、うん、だからこれが、まあ、朗読と音楽だったり、うん、書道と音楽だったり、うんうん、その違うジャンルのアーティストさんたちとなんか絡んでいくと、うん、なんかいろいろ広がっていくのかなみたいなね、こう、うん、刺激的な、そうですね、体験でした、うん、そうだからね、うん、そのイベント僕は行けなかったんだけど、なんか話聞いてると、うん、本当に行きたかったです。あ、そうだ、まあ平日だったし ね、まあ、そうね、うん、機会があればまたと思ってますし、はいはいはい、ありがたいことにその京都、はい、
在住の辻先生、うんはい、辻明美さんが、うん、なんかもしタンクポップさんが京都でライブをやりたいって時には、うん、お声掛けくださいねなんて、うん、社交辞令かもしれませんが、ね、嬉しいです。そうだ、京都へ行こう行こう。ね、京都行っちゃいますから。でもさ、誰も京都に知り合いがいないんだけど、うん、あのその話をね、あのちょろっと私何人かにしたらさ、はいはい、うん、ね、あの行くよって言ってくれる京都もね、そう、うん、方も、はい、それこそ社交辞令かもしれないけど、はい、いいじゃん。そうね、うん、なんか私修学旅行以来だけど、うん、すごくなんかそういうきっかけにまでつながることになったら、はい、うん、すごい嬉しい。そうですね、はい、はい、まあ、この私たちのお話はさておきですね、うん、はい、こんな素敵な方々と今回つながれましたので、はい、ちょこっとだけご覧ください。はい、ご覧ください。素敵な出会いがあったので急遽カメラを回させていただいております。ありがとうございます。なんかこっちだこっちだ、はい、あ、いいね。でも私のことはみんな分かってるんでいいんですけど、草加市に住んでるんですか？そうです、草加市隣の市です。朗読活動、動画なの？これもう YouTube。 やだ嘘じゃない。ひろこさん、ひろこさんでいいんですか？ひろこです。あのひろこさん、すっごい朗読になんかもう可愛らしくてキュートでなんか朗らかだし、あの相方さんもすごいかもう感動なんですけど、朗読活動長いんですか？長いですね。長いですね。だって23ぐらいですね、今ね。ありがとうございます。私26歳設定なんで。ありがとうございます。あの告知的には何かあれば。また3月ぐらいに1個あって、はい、6月ぐらいにあって、あ、なんだろう、ごめんなさい、こうやだ、どうしよう。あ、でもフェイスブックつながったから、そうですね、チェックさせていただいて、はい、可能な人は、うん、あの、うん、掘って、はい、あの石、石雑魚です、石雑魚ひろこさん、はい、いやーすごいな、なんか、なんか近場小芝居やね。で、草加のティールーム13ってカフェで、ワッコライブ、ワッコって言うんですけど、定期的にやっていて、はいはい、あ、あくん、ありがとうございます。ありがとうございます。なんで、ちょっと、すごい嬉しい。すいません。あの、私、あくんなんですけど。こうして友達追加してるね。いいんじゃないですか、これで。でも、あくん、あくん、すごい、よかった。皆様今日は本当にお疲れ様でした。いやちょっとこれタンクポップという、まあ、歌を歌っている2人組がいまして、ありがとうございます。それの YouTube チャンネルに乗ることになりそうなんですけれども、あの皆さん全国的に有名だとは思うのですが、知らない方もいるかもしれませんので、簡単に自己紹介をしていただいてもいいですか？簡単に。じゃあ、そうね、はい、出会いの辻さん、京都で朗読活動してます、お話のしおり辻明美です。お願いします。そして、はい、地元久喜市在住、自称朗読ツアーコンダクター、朗読で時空を超えた世界へ皆様をお連れします。お連れされたい。マジでしたね。お願いします。越谷市宮本町で書道教室をしている斉藤正樹です。おなじみですけどね。おなじみですけど、ありがとうございます。そしてじゃあ一人ずつ、はい、2023年から朗読を始めました、初心者の、初心者の高橋美智恵と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さっきも撮らせていただいたけど、草加在住です。劇団シャリナワクリームと二人語りミミと今回のポコポコ闇に在籍してます。よろしくお願いします。シャリン生クリーム、劇団シャリンの枠です。枠リムっていうの、枠リムっていうのに入って、車輪の枠でリムっていう、はい、主催者は草加出身です。そうなんですね。あの もっとそこの劇団メンバーです。そうなんです、はい、すいませんね、スイーツが好きなもんでちょっと、ね、耳がおかしい。よろしくお願いします。、はい、そして、あ、はい、あの京都から参りました朗読プレイヤーの中原敦子と申します。辻先生に誘われて
来ました。で私はあの普段朗読もやっておりますけれども、舞台とか映画にもちょっと出演しておりますので、よかったらご覧ください。中原敦子で検索してください。お願いします。でしょうね、でしょうね。なんか皆さんのオーラと、なんかアンケートにも書かせていただいたんですけど、このイベントにかける思いがすごくて、もうなんか感無量というか、また次回も楽しみにしております、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、映って大丈夫ですか？最後にじゃあ全ての締めを、はい、嘘でしょ。そうですよ、一番近くで見てたところ。わかりました、越谷在住中村博史と申します。越谷なんですね。あ、そうですね、今日はスタッフとしてここでお手伝いさせていただきましたけれども、大変皆さんの熱い思いが出てきたイベントだったと思うんで、ぜひ、次回ある時にはご参加いただいて、楽しんでいただければと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。タンクポップ YouTube チャンネルでした。皆さん今後ともよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。